本日は JGC 修行第2弾です。沖縄に日帰りで遊びに行ってきます。今日はちょうど搭乗時間の3時間前から当日アップグレードというのができるんですけれども、アプリで当日アップグレードの何でしょう、待ち行列に並ぶというのはやっておきましたが、まあね、なかなか難しいとは思うんですが、まあ、ちょっと試しておきました。今回は7時台の飛行機なので電車で行けます。羽田空港第一ターミナルに到着しました。そういえば今日は、入手したばかりの iPhone 15 Pro Max で撮影しています。前回の修行でクリスタルになったの でなんか今キャンペーンをしてるみたいで、6回まで桜ラウンジが使えるそうなんです。というわけでちょっと入ってみようと思います。楽しみのラウンジのビールです。カードラウンジ、前回のパワーラウンジと違うこととしては、こういうアルコールも無料なこととか、5時台からラウンジが空いていることとか、あと一応場所を守れば持ち込んだ食べ物をあの持ち込んで食べるということもできるみたいです。シャワールームは1階レセプションに受付していくってことなんでしょうね。マッサージチェアも使えるみたいです。ちなみにラウンジの外のマッサージチェアは12分300円ということなので、まあ、ちょっとね嬉しいポイントかもしれません。前回クリスタルになってるので、多分搭乗する時の音が変わるらしいんですよね。ちょっとまあよく聞いてみようと思います。着いた。アナがスターウォーズになってますね。前回は空港出ませんでしたが、今日はユイレール乗ってみようと思います。の1日乗車券を買いました。800円です。ユイレール乗るぞ。
首里駅で降りました。今から首里そばさんに行こうと思います。ほらほら、なんかみんな行きよるわ。どれにしよう。あ、首里そば大中小ってあるんじゃ。小2つと煮付けとジューシーにしてみました。いただきます。首里そばさんめっちゃ美味しかったです。なんか内装もお家みたいで可愛くて最高でした。ごちそうさまでした。ちょっとここから歩いて首里城に近づいてみようと思います。平成門に着きました。うん、暑いわ。暑い、ね、息がすぐ上がる。おお。いやー、これは見晴らし最高ですね。ぐるっと外側を大回りしてきたみたいです。こっちが正面の入り口みたいですね。ユイレールの1日券でちょっと割引になりました。400円が320円になったみたいですね。いやー、復元されたらまた来ないとですね。支える職人や木材の様子をご覧ください。竜頭胸飾りが焼け残ったこうパーツですね。すごー、鱗葉たてがみ残されたものや復元の作業の工程が見られます。この高さからの景色は復元中ならではかもしれませんね。ユイレールはスイカも使えるみたいなんですけど、1日乗車券を買ってみました。800円ですね。で、本当は200円足すとバスも乗り放題になる券もあるみたいなんですけど、ちょっと買う場所がわからなかったのでひとまず買ってみました。この QR コードで改札通るっていうのもなかなか珍しい体験なので楽しかったです。義母駅はなんか高い位置にあって見晴らしがいいですね。海風テラスまでバスで行こうと思ってたんですけど、満車で乗れませんでした。というわけでタクシーに乗ろうと思います。海風テラスに到着しました。多分しばらくいたら飛行機見えると思います。5倍の威力。あれあれ、旅客機じゃないですね。お、うわすごっ。あれは何の機体ですかね。すごい、次々飛行機が飛んできます。しかも速い、めっちゃ速い。着陸その速度すごいですね。
しゃれさがすごい施設ですね。沖縄のマグロが美味しいらしいということで、マグロが食べられるお店に来ました。私はサンピン茶、夫はオリオンビールのノンアルコールです。海ぶどうと卵をトッピング、ショーですが凄まじいボリュームですね。美味しそう。わさび油というので食べるんだそうです。結構辛いそうです。マグロ驚きの美味しさでした。ごちそうさまでした。那覇空港到着しました。今日は基本的にもほとんど現金払いでしたね。あのマグロのお店はコンタクトレスカードのコンタクトレス決済できましたし、首里城の入園券もは、クレジットカードをスワイプしたり差し込むタイプだったら決済できる形でした。それ以外は現金ですね。ユイレールも、ユイレールは本当はまあスイカ使えるんですけど、1日乗車券を多分買おうとすると現金のみだったんだと思います。というわけで割と現金比率が高かったです。さあ那覇空港の桜ラウンジにも入ってみようと思います。泡盛があるみたいです。ババジュースとかなんかエリアの色が出ていいですね。そしてオリオンビール、しぼり、おかきと塩キャラメル。桜ラウンジのキャンペーンをちょっと誤解してました。クリスタルでも6回桜ラウンジに、無料で入れるというのは羽田が対象で、那覇は対象ではありません。羽田だけの話です。というわけで今日入れたんですけど、どういう扱いになるかというと、クリスタルがラウンジを使う場合には1000マイル使って1回ラウンジを使うことができるんですけど、多分そういう扱いに今日なってるんじゃないかなというふうに思います。羽田空港に戻ってきました。今回は飛行機の料金が3万円ぐらいで、FOP は3300いくらぐらい獲得したんじゃないかと思います。 FOP 単価は9円ぐらいですかね。まあ、どうもなんか FOP 1FOP を得るのに10円ぐらいというのが、まあ、結構オーソドックスな水準のようなので、まあ、あの普通の形でいけたんじゃないかなというふうに思います。お疲れ様でした。天ぷらそば食べます。今日は FP 協会の広報委員として、会議をするために FP 協会に行ってきます。亀池山王に到着しました。この辺りは緑たくさんで気持ちいいですね。なんか久しぶりに来たらめっちゃ豪華になってます。広報委員会終了しました。こう広く知っていただくことを考える委員なので、なんだか明るくてとても楽しかったです。お疲れ様でした。
今日はお友達とランチしに行ってきます。表参道到着です。多分このお店ですね。ちょっと店名をパッと読めない。いやー、友達とのランチは最高でした。楽しかった。今日は iPhone 14 Pro を売りに行きます。さあ、査定をしてもらってる間にお昼ご飯を食べようと思います。お友達とランチで六本木のトリュフのお店に行ってきます。この奥のテラスのあたりでランチをする予定です。すごい。ありがとうございます。贅沢。しばらく引きこもりでしたが、ちょっと落ち着いたのでご飯を食べがてら散歩散策に行ってきます。お久しぶりの半身揚げのジョニーさんに来ました。サーモンの親子丼にしました。夫はチキンカツ丼にしたそうです。外で飲むコンビニコーヒー、うまうま。普段よりもうちょっと歩いてダイバーシティにランチに行こうと思います。三田製麺所さんに入ってみました。一番オーソドックスのやつの全部のせいにしました。ちょっとコンタクトをしてみたくて、今日は眼科に相談に行ってみようと思います。その前に有明ガーデンでランチを食べます。さあ、有明ガーデン到着です。うまみバーガーに来ました。右側が私のうまみバーガー、左側が夫のカリフォルニアバーガーです。コンタクト処方してもらいました。中に入ってます。メガネをつけ始めて2年弱なんですけど、コンタクトも初めてで、すごいドキドキ、入れるのも取るのもドキドキしています。ちょっとまあ仕事の時だけ常用するんじゃなくって、仕事の時だけ使おうかなというようなことを考えています。コンタクトレンズを入れる練習をしています。2日目、今日も入ってます。ビーチでお昼ご飯を食べようと思います。ビストロマンっていうやつを食べます。カレーの匂いがいい匂い。旧ヴィーナスフォートの建物ですが、壊さないんだなと思っていましたが、どうもイマーシブル体験ができる施設に生まれ変わるみたいですね。なんで多分この施設を使って生かして新しい施設ができるんじゃないかなと思います。ヴィーナスフォートを背にした反対側にはサーキットができてます。